じゃ、こんにちは。最悪を決定戦ファイナル。先週やらかして決勝進出ですか。爪の甘さが出た試合だったかなと。まあ先生が相手ということでね、安心してできますよ。渋沢栄一知らなかったんで。でも時代はキャッシュレスですから、お札なんか持たないんですよ。もう若者はピーなんですよ。そうだ、じゃあクレジットカードのクレジットの意味は信用。じゃあ決勝戦、はい、よろしくお願いします。これ負けた方が罰ゲームね。今回のルールもね、簡単、はいはい、10問出してより多くの正解を出した方が勝ちです。一般常識問題、はい、ファイナルシリーズスタート。第1問、寿司は何県の市でしょう。あ、もう余裕そうだな。これ簡単ですもん。なんかバカにされてる気がしましたね。ちょっと待って、ん、え、え、一番目からリーダー、危ない。え、あ、俺2社、2個1で分かんない。いやだって、何、2個選択式っていうか間違いやすいやつを出しましたから。はい、 OK、 OK、 うん、せーの、三重。三重正解。おー、危ねえ。滋賀行ってたわ。そう大津だったわ。そう、うん、滋賀行ってたわ一瞬。第2問、うん、日本三景といえば天の橋立てと、あと2つは何。これは何、2個正解しないと0点なの。そりゃそうですね。1個で2点つくとかじゃない。2個で正解。そうですね、はい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 。もうことさん自信満々。うん、まあ、1個は 100% だけど、もう1個はこういう名前だったんちゃうかっていう、うん、絵は浮かってんだけど、うん、景色がいいってことですよね。そうそうそう、日本三景。うん、なるほどね。ここね、おすすめなんですよ、一、うん、つ。だから、ぜひ行ってみてください。じゃあ、出して、はい、これおすすめなんです。はい、せーの、じゃん、仙台夜景と琵琶湖テラス。これぜひ、インスタ映えなんで行ってみてください。琵琶湖テラス、あ、そうなの、うん、これ、滋賀県の、はい、三保の松原と松島。あー、正解は、あ、佐藤さん、松島は合ってます。うん、秋の宮島、厳島神社。ええー、三保の松原じゃないんですか。違います。あ、松島屋、あ、松島屋、あの松島ですね。で、俺1点でしょ、俺。いや、0点です。じゃあ、簡単な問題いきます。茨城県の県庁所在地は。俺、正午ちゃうで。めちゃくちゃ厳僕の一般常識はそのレベルはい、せーの、水戸。正解。俺、もうそれは簡単です。もう舐めすぎやろ。最弱王にしては失礼やぞな。失礼ですよ、これぐらいは嫉妬でも。第4問、今年の夏の甲子園第何回大会でしょう。これ分かるか。難しいな。はい、はい、せーの、103回。正解。それはもう簡単やろ。バカにしすぎやろこれ。でも、うん、僕とサスさんが5問以上正解したら出す方に問題があるんで、そっちが罰ゲームで。あ、そうやな、それもあるね。そしたらめちゃくちゃ難しいのでしょ。そうですね、別にそれが一般常識なんだからね。はい、何ですか。問題です。うん、こちら、うん、正式名称は何でしょう。一般常識ちゃうわ。はい、リーダー、はい、はい、せーの、波。波語。正解は波ダッシュです。おっしい。でもまあ合ってるんじゃないですか。うん、いやいやいや、それは波ダッシュでも違います。これじゃあ難しい問題出していいですか。うん、いいよいいよ。アニメのサザエさんの夫マスオさんが卒業した大学は。日本にあるの。日本にあるの。実在するんじゃなかったですね。ええー、そうだったんだみたいですね。はい、はい、ええー、知らなかった。いいですか。はい、せーの、早稲田。正解です。うん、普通ですね。え、常識やもん。常識っすね。すげー。一般そう、常識でしょ。常識です。逆に早稲田以外どこだ。はい、じゃあいきます。はい、第7問、はい、一人ぼっちのぼっちの意味は何でしょう。そんな思ったこともないな。一人ぼっち、私も今へーって思った。一人ぼっち、僕は多分ね、わかるかも。はい、大丈夫ですか。はい、せーの、子供。正解はお坊さんです。子供がなんか家で待ってるからってところかなと思って。お坊さんなの。お坊さんらしい。俺一人ぼっちやから一人で孤独なんかと思った。第8問、
12月の誕生石は何でしょう。そんなん知らんよ。自分の月の誕生石知ってます？自分の月は知ってるよ。え、そういう話ですか。そうそうそう、誕生石。え、あ、弥生とかじゃなくて誕生石、石、石、石。わかんない。これわからんわ全然。でも書いてみて当たるかもしれんからな。いい？待ってください。書いた？え、これあ、ヒントとかいらないですね。いらない、いらないです。せーの、オパール。水晶。ブブー。よっしゃ。で、猫石です。へぇ、なんかあんまり宝石感がないの、12月だけ。第9問、うん、コンパとは何の略でしょう。まあ、詐欺書いてプレッシャーかけさせていただきます。はい、それは今、英語で、英語です、英語。英語書かなあかんのですか。英語で書かなあかんのですか。あ、英語じゃなくて、じゃなくていいんでしょ。あー、オッケーさんです。じゃあ、合ってます。英語なん。はい。でもドイツ語とかフランス語とかにも直せるらしいですけど、これは英語の方が主流なので。え、何の略じゃなくて意味でしたっけ。もう一回問題言ってもらっていいですか。それによって語源。語源か。あ、ちょっとじゃあ俺全然したことないけど、語源やもんね。何かをこう縮めたことがあった。俺正解したかも。お、じゃあこれしかない。はい、せーの、コンパクトパーティー。コンパニオン。ブブー。カンパニー。カンパニー、会社か。会社。コンパクトパーティー。コンパクトパーティーよ。でもそんな感じします。ぽいやろ。ぽいぽいぽい。じゃあ全部一緒。うん、うん、はい、いいですか。うん、はい。第10問、うん、徳川家15代将軍います。うん、かけるだけ書きなさい。あれ、マイナスあります？マイナスもあります。俺知らねえよ、そんなあれは。あの間違えたらマイナス。あぶね、橋渡らん方がいいですもんね、勝ちに行くには。そうだね、下の名前だけで大丈夫。全員そうね、そうですね。まさかの徳川家はちゃうやんけ、最後には。だって習うじゃん。これぐらいにしようかな。あんまり無理に分からないのに書き続けてもマイナスになるから、ここら辺でやめとこう。先生大丈夫？ OK です。でももうこれしか知らないし、これ以上出たら危ない橋を渡るので、もうこれでいきます。で、これでさっさに負けたら知らないです。うん、はい、どっちからか言います？じゃあ、そうだね、一気にいきます。じゃあ先生から。うん、じゃあ先生から。じゃあ先生から。じゃん。家康、家光、吉宗、吉常、綱吉。全員吉爪はいません。ということは3問？4つです。3点。 3点でしょ、だって1個間違えてるから。はい、じゃあ俺いくよ。はい、家康、家光、3代、吉宗、うん、綱吉。おー、勝利あまり見のね。うん、家定、家定います。うん、吉信、はい、最後だ。家持ち、います。で、俺吉常で間違ったから吉常が7問中、はい、6問、だから5問正解だね。佐藤さんの勝ち。イエーイ、イエーイ、イエーイ。最着。あー、最悪。これじゃあ先生罰ゲーム。イエーイ。またかよ。一応答えて15台全員どうしといて。打席で急に体操をしたくなる里崎智也。お母さんも笑ってる。ここ我慢しなきゃいけない。バッター里崎。里崎出て、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 里崎出て。意味が早い。もうずっと出てきた時から待ってるの。完全にはスパッと最高。本当にやり返します。ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。
残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です